名村太蔵名村太蔵明治40年9月6日は日本の賢治、藩治、貴族院直線議員。長崎出身。北村元次郎と名乗っていたが、名村元吉の養子となり、太蔵と改めた。名村家は代々オランダ通詞を継承した家柄で、あったためオランダ語を学び、さらに英語、ドイツ語、フランス語も学んだ。1867年。 パリバン国博覧会に派遣された徳川秋田家に随行した。1869年、仏学局助教に任命され、1872年には司法省に入り理事官となった。司法省のヨーロッパ視察団の一員となったが、この時、ギュスターブ・エミール・ボア・ソナードの地遇を得、ボア・ソナード将兵に尽力した。その後、翻訳課長、資材放送安心裁員などを歴任し、 1880年には、大上官少書機関を兼任した。1881年、司法権大書機関となり、三次委員会議官補に任命された。翌年、司法大書機関に昇進した。1886年、大審院検事長に就任。1892年には、大審院長心得に任命され、翌年まで務めた。 1894年1月23日、貴族院議員に直選された。また東京築地活版製造所の社長も務めた。ありがとうございます。